はい、皆さんこんばんは、山山です。今年度の年末って牛乳がですね、すごくダブつくっていう、情報がありました。我が栃木県はですね、こういうね、那須牛乳っていうように牛乳の生産量がですね、日本の中でもかなり上位にいる県なんですよね。で、そこでですね、牛乳がダブつくっていうのはね、やっぱり生産者にですね、栃木県民としてね、申し訳ないなと、思うところはありまして、このようにね、冷蔵庫にもですね 1,2,3,4,5,6、常にストックしてあるわけですよ。これを、少なからずともですね、かなり飲んでるわけなんですけども、それでもですね、牛乳、限界があるんですよね。そんなにたくさん飲めるわけじゃない、牛乳をどうにか消費できないかということで、この間購入したね、このファイアボックスのビリー缶、これを使って牛乳をですね、温めてですね、これで牛乳豆腐を作ろうかなと、そんな風に思ってるんですよね。さくちゃん、さくらちゃん、まずはですね、牛乳を沸騰する直前まで温めたいと思います。この太いのり方が この穀物酢なんですけど、こいつはね、大体ね、75mm、はい、75g、はい、それでこの程度使います。かき混ぜます。はい、じゃあね、沸騰直前まで行きましたので、これに、酢を加えたいと思います。ちょっと両手使うんでね、はい、今ね、少しずつ投入しました。ここで今火を止めて少しかき混ぜてですね、します。よいしょ、でこのようにね、かき混ぜます。はい、このようにね、だんだんね、ブツブツ状に固まってきます。これね、じゃあね、しばらく置いておいたので、これをですね、じゃあ行きまーす。はい。はい。はい。こんな感じで今水が切れるのをちょっと待ちます。はい。だいぶね、水気がこう切れてきましたね。はい、でこれをね、絞ってさらに水気を切りたいなと思います。ちびちゃん、それじゃね、絞り終えたので、これをこう見てもらいたいと思います。お願いします。はい、こんな感じでね、こういう風にできます。ですから、賞味期限が近くなってもう捨てちゃうよっていうような牛乳、または、自分なんか賞味期限切れてもですね、ただ捨てるんじゃなくて、こういう風に、牛乳豆腐にして消費するようにしています。はい、ですので、これサラダでもいいし、他の食事に使ってもいいと思うんですよ。いろいろ使えるんで、世の奥様もですね、これ
奥様だけじゃなくて旦那様もですね、いろいろ試してみたらいかがかななんて思うんですよね。美味しいよねこれね。見てほら、見てこれ、こんなんできてる。見てこれ、ほらすごくね、こんなんできたよ。ちゃんとできたでしょ、うん、あ、うまっ。これはね、カッテージチーズの作り方なんですけども、まあ自分はね、牛乳豆腐って呼んでます。はい、美味しいです。どんどん栃木県の牛乳をね、消費してください。じゃあ以上です。